マトバ・ハヤトは、日本中央競馬会の見本トレーニングセンターに、所属する騎手。父は、元騎手で調教師のマトバ・ヒトシ、兄は、父のバレットを務めていた。祖父は、元調教師の塚崎義信、叔父は調教師の塚崎公、いとこに、元騎手で、調教助手の塚崎小子とぶきがいる。父、ヒトシが騎手ということから、幼少時より馬への関心を持ち、 ライスシャワーに起乗し1995年の天皇賞を制覇した人志を見て、騎士を目指すようになる。その11年後の2006年、騎士免許を取得し父、的場人志旧社所属の騎士としてデビューを果たす。同期には北村智和、田中勝則、田中博康らがいる。この年12賞を挙げ民法競馬記者クラブ賞を受賞。以降も、 着実に起場数と勝利数を伸ばし続け、2010年には減量もなくなったし行くなら早いうちがいい、精神的なものを一から見直したいと7月中旬により2ヶ月半にわたるアイルランド研修を行う。当地ジョンオックス調教師の下での研修は、調教業務中心となり、実践起場はカラケーバ場での一レースのみに終わるも、帰国後の起場において技術的な面と、 精神的な面の両方で経験が生きているなってすごく感じますとコメントを残している。2009年12月5日、中山第4競争で湯泥に騎乗し一着、JRA 通算100勝を達成した。2014年4月1日付でフリーとなる。ありがとうございます。